それではこれから、オンちゃんに、我々のモーションキャプチャーシステムをつけてもらって、オンちゃんの歩き方を、解説します。オンちゃんの歩き方の特徴や、癖を、知ることができます。人と同じような動きができてましたね。オンちゃん、これは、僕たちの研究室で使っている、牛の、大腿骨です。ちょうど2歳ぐらいの、牛の骨になります。僕たちの研究室は、このような、骨の、力学的な、特性の、研究を行っています。牛の骨も、生体の、組織の一つなので、温度が高いと、ダメージを受けてしまいます。そのため、こちらの、装置のようなものを使って低い速度で、切断することによって、ダメージを与えずに、サンプルを作ることが、できるんです。こちらがその作成した、サンプルになります。生き物の骨は非常に硬い、組織になっています。しかし、このサンプルを化学処理によって、中の、カルシウムを、取りますと非常に柔らかい、コラーゲンでできた、組織になります。我々はこのように、骨の性質を変化させることによって、新しい、人工的な骨の開発を行っています。工学部は理学部と比較して人間の社会に近いところを勉強するところです。そのため機械とか情報、電子、建築、土木、そして材料、化学など多くのコースに分かれます。そういったところで皆さんが勉強するわけですけども、そこでそれぞれ研究者がみんなを幸せにしたいと思っていろいろな研究を、夢を持って研究をしています。その研究成果が皆さんの手元に届いて皆さんが利用できるようになって初めて夢が実現するわけです。ですから工学部は夢を実現することを勉強するところだと考えてください。求めよ、それも努力せよ、さらば与えられる、これだけです。じゃあこれから繋ぎだよね。ワンちゃん頑張ってね。
ルちゃんよりは少なくなります。撮るよ撮るよ、はい撮ります。あ、おんちゃん横だけど。あ、私も撮ってください。大量に画像を集めて AI に学習して、で新しい画像を AI に入力させることで人の印象を推定するみたいなことができるようになります。さっきの AI 使って、このおんちゃんの画像を入力してみた結果が、この左のやつなんですけど、ロゴ入りとか、元気だとかストリートとかそういうのが高めになってて、T シャツでかなり動きやすいみたいな結果が出てるかなっていう感じで、ちょっと低めの結果を見てみると、通勤オフィスだとか、新生活だとか、合コンであるとか入社式だとか、そういうかなりオフィシャルっていうかきちんとした場にはあんまり急がないみたいな結果にはなってるんですけど、そういう感じですね。このシステムでは、ここに表示されている画像の中からとりあえず1枚を選んでクリックするとそれに合った俳句が生成されるというようなシステムになっております。早速おんちゃんに画像を選んでもらおう。